ようやく解除できたが、ヒューのやつ、次会った時はきっちり灸を据えてやらねば。ともかく、まずは新たに戦力が必要だ。この私の完璧な手駒となる戦士。そうだ、やつであれば。我ながら明暗だな。やつなら必ず暗黒魔界の復活に協力するだろう。いや、今日もお仕事真面目だね。僕はたまたまこの辺を散歩なんて。嘘、バッチリ君を待ち伏せしてたよ。酒目行っちゃう前にちょっと話したいんだけど、いいかな？いいよね？君ならそう言ってくれると思った。それじゃあ本題に移ろうか。実は今日は君に頼みたいことがあってきたんだ。突然なんだけど、僕と一緒に時の裂け目を閉じてもらえないかな。あれ？僕のこと疑わないんだ。まあ僕と君の仲だもんね。でも君が悪い人に騙されちゃわないか心配だな、なんてね。実は今回の時の裂け目は僕のおじさんダーブラが作ったものなんだ。石化が溶けちゃったみたいだね。ほっといてもよかったんだけど。おじさんが作った時の裂け目、僕の研究の邪魔なんだよね。改変のやり方っていうか方向性も僕とは趣味が合わなくてさ。本当なら僕一人ででもさっさとどうにかしたいんだけど、前回派手にやったとこだからあいにくそこまでのエネルギーは残ってないし。つまり今回僕たちの目的は一緒。君の上司よりは君の方が結構柔軟でしょ。だからここは一つ共闘しようよ。今までのことは一旦忘れてさ。ついでに君のデータを取らせてくれると嬉しいかな。貴様、なぜ俺と似た気を持ってやがる。ほう、それだけか。忘れたとは言わせんぞ、サイヤ人の王子。なんだと？いや、この木、さてはツクル人か。お前の体でお前と戦うとは、なんとも奇妙な事態だが、ベジータの二人も必要はない。さあ、覚悟しろ。よいしょっと。それじゃあベジータ君、よろしくね。誰だ？増援なのか？何者なんだ？スーパーベビーはツクル人たちの作ったベビーがベジータ君の体を抜けてる姿だから、つまり同一人物が戦ってることになるのかな。ややこしいな。何をぶつぶつと。ずいぶん余裕だな。おっと、おしゃべりしてる場合じゃなかったね。とはいえ3対2だから君なら楽勝かな。さっさとやっつけよう。こしゃくな。ありゃ、逃げちゃった。早くベビーを倒して追いかけないとね。
押され気味だな。所詮はこの程度だ。ネオマシンミュータントとやらも。ふん、ふざくなよ。こんなこともあろうかとお前と取引したのだ。さあドーブラ、今こそ俺に暗黒魔界の力をよこせ。エネルギーの浪費は避けたかったが仕方あるまい。せいぜいこの力に耐えてみせろベビー。ふぎゃふぐが、おじさんもなかなかやるね。このままだとこっちが不利だな。そろそろ助っ人が必要かもね。よーし、えい。カカロット戻ってきたのか。うわ、ベジータ、うわ、な、何が起きてんだ。ごめんごめん、ドラゴンボール探しの宇宙船から君だけ連れてきちゃったんだよね。いやー、すげえことすんなおめえ。ごたくはいい、ともかく手を貸せカカロット。あいつが悪さしてんだな。よーし、いっちゃやっか。この俺に勝てると思うなよ、サイヤ人どもめ。宇宙船の方じゃ、オーラがいきなり消えちまったから、ハンもトランクスもギルも今頃困ってんだろうな。あいつらならどうとでも乗り切れるだろう。地球に戻ってくれば分かることだ。目先の戦いに集中しろカカロット。それもそうだな、あいつらが帰ってくるまで駆けつけようぜベジータ。の分際でオージャルはさすがにタフだな。よし、こうなったら悟空くん、これを使って、君ならきっと極悪化せずにパワーアップ。俺をスルジンを投げるな。わあ、油断したな悟空。このまま握りつぶしてくれる。ちょっとまずいな、どうしようか。そうだ、誰かを結晶で強化すれば。でも誰にすればいいだろう。君は誰を頼ればいいと思う。そうだね、悟空くんに結晶を使おう。まさか暴走この木、王座か。今の悟空くんが王座になったらさすがに僕たちでも手がつけられないな。なるほどな、面白い。ちょっと何するつもり。今木を渡したりなんかしたら。いいか、俺たちはサイヤ人だ、限界を超えてこそのな。おいカカロット、こんなところでくたばるつもりか。そんなものではないはずだ。俺が知るお前は地球育ちのサイヤ人孫悟空はな。いい加減に目を覚ましやがれ。遅いぞカカロット。力がみなぎってくる。悪いなベジータ、助けられちゃう。手間をかけさせやがって。さっさと片付けるぞ。お
今度はこっちの番だぞ、ベイビー。あの姿、サイヤ人が持つ王山の力をさらに引き出したということか。上等だ。奴にできて俺にできないことはあるまい。必ず追い抜いてみせるぞ、カカロット。人ごときに、とどめだ悟空、とっととくとりやがれ。今の俺がおめえになんか負けやしねえぞ、ベビー。おめえにもう勝ち目はねえ。この俺の手で消滅させてやる。行くぞ。おめえもまだ本気じゃ。お疲れ様、いい戦いぶりだったよ。おかげで興味深いデータが取れ。じゃあなかった。あのベビーがもともといた裂け目はこっちで何とかしておくよ。吸収されてた方のベジータ君も返さないといけないし、ついでにエネルギーも欲しいからさ。それにしてもベビーを倒せたのは良かったけど、おじさんには逃げられちゃったな。行き先はまだつかめてないから、何か分かったらまた声をかけさせてもらうよ。君にはもうちょっとだけ付き合ってもらうから、よろしくね。